古城天神社は、東京都台東区の上野公園にある神社である。医薬素神を主神とするが、天馬宮でもある。また、稲荷神社である、花園稲荷神社が併設されているが、天武者であって境内者ではない。社殿によれば、日本穂高が東西の折に大名討ちの命と、少なびこなの命を、上野忍が丘に祀ったものとされ、行恵の北国機構にも、 文明18年1月に五条天神の記述がある。少なくとも、室町時代中期には、上野山に鎮座していることは明らかだが、関永寺の拡張などで、社地は何度か移転しており、江戸時代初期までは天神山城、その後関永寺黒門脇を経て、元六十年に、別当で、蓮ン市の瀬川屋敷へ潜座。1928年9月22日に、創始の地に、 最も近い現在地に潜座された。また、愛殿の菅原道真公は、江戸時代に入り、寛営18年、社名に、天神とあるため菅原道真公の像がなくてはと、天界及び公開が、海岸供養を終して合祀され、俗に、下屋天満宮とも呼ばれて、歌の道の祖神として信仰されたという。漢文2年漢公の江戸名所期には、東映山寛永寺の黒門近くに、 上野の鎮守として、行恵みにより再行された、牛天神と呼ばれる天馬宮が鎮座していることと、忍ヶ丘に鎮座する忍ヶ丘稲荷の記載がある。また、原本は、完成五年、審判は、文化十四年に刊行された、勘定書往来には、瀬川やかもの下屋天神社は、五条天神の愛殿で、五条天神は、少なび粉の命を祀ること、また、 小石川牛天神と混同されているが、かつて東永山本坊近くに、上野の鎮守として、天満宮牛,牛天神があったことが記載されている。さらに、天保5年に刊行された、江戸名所図絵では、五条天神宮の記載があり、元は、東栄山関永寺本坊あたりにあったが、瀬川氏の地に遷座したこと、祭神は、少なび粉の命一座で、北の天満宮が愛いとのであり、 次元大使が海岸した鑑みの像が、寛永18年に鎮座したこと記されている。江戸時代には、唐と七天神の一つとされ、また、江戸三大天神や江戸二十五天神に数えられることもあった。瀬川屋敷への先座後、周囲は五条天神門前という町屋となり、明治2年には五条町と改名されたが、1964年に上野の一部となり消滅した。 2010年には縁起による鎮座1900年を記念して2011年に予定されていた3年後期の大神与と行を繰り上げた大祭が行われた。花園稲荷神社この神社の創建年代については不詳であるが五条天神社が移転してくる以前からこの地にあった神社である。一説に空海が当時の門前に建てた東海山を大田道館が誕生したとも 天貝が誕生したとも、後に菊池清雲により再興されたとも伝えられるが、社殿では、上王三年に、天海の弟子明らかいにより再興されたとされる。幕末には、上野戦争の舞台ともなった。1873年に周囲が、寒永寺の花畑であることから、花園稲荷神社と改名され、現在の花園稲荷神社の社殿などが整備された。 本武者である五条天神社に管理されているものの、花園稲荷神社は独立した法人格を持つ兼務者であって、五条天神社の経代者ではない。穴稲荷神社花園稲荷神社の元宮であり、境内者。忍が丘稲荷神社が正式名称である。花園稲荷神社の整備後も元宮である、当神社はそのまま残されている。 渡るさえ門の狐花園稲荷神社の境内社、穴稲荷の向かって、左奥にある社。寛永寺昆流の際に、忍が、丘の狐が住むところがなくなるのため、一同を作り社を祀ったと伝えられる。七福社五条天神社の境内社。江戸時代に、上野山内の、角門に作られたものの一つ。医薬祭、毎月10日。祭神の大名無の命。 少なびこなの命にちなんだ祭日。無病健康、病気併有の祈祷が行われる。正殿参拝と事前申し込みの祈願方法がある。申し込みは、社頭受付のみ。霊体祭毎年5月25日。3年に一度、戦艦神世と呼ばれる大御腰の都御がある。近い日曜に、宇治こ内を法連とともに、猿田彦や三古前などの大行列となって巡行する。 よいみやまつりみこしとぎょの前日に行われる、きよしばらいのぎしんこうさいしんよとぎょ5月25日に、近い日曜日、白日の新時毎年2月3日午後3時に、行われる、ジ気払ばらいのついな式で、ひきめしき、やまいきとのもんどう、うけらふん、まめまきとうの新時。ついなの5冊、かみやのほか、1年間を無病健康に過ごせると、伝えられている、うけらもちや、鬼うちまめ。 神や、追名の絵マが受けられる。嘘買いの新事毎年1月25日、菅原道真に由来する役払いの行事で、9年中の嘘を神前に収めて、罪を滅ぼし、新しい嘘と受け替え基地を迎えるとされる。新職による、日の木の一等掘りお払い式毎年6月30日、12月30日午後3時お払いの、片城に、氏名、年齢を書いて収め。 半年間の払いを受ける。枠ぐりの設置は25日頃より、月末夕刻まで、車伝前に設置される。ありがとうございます。